候補の相手にも、はい、あのモッツァレラチーズの茶蒸しになります。下は東京の町田の加藤ハムさんの卵ですね。上は北海道のモッツァレラチーズを溶かしソースのようにしてます。軽く混ぜるとすごいトロトロなので、柿が良かったら中も食べていただいた後、そのまま食べられます。筆柿という、はい、甘い柿の皮ごとバリバリ。酒とハムのシンプルな飛び蒸しです。香りが抜けないように松葉刺してます。で、入れていただいて、よかったら飲むたんびにおチョコに絞っていただいた方がいいです。最初は何も絞らずそのまま飲んでいただいて、味変に入れていただいて、うちのオリジナルのちょっとタレをかけるんですね、サラダ感覚で。で、よろしかったらうちのオリジナルの納豆で作りました納豆万能だれ、さっぱり系でしたらおろしポン酢と選べるんですけど、お刺身ですね、大トロとですね、ホタテをちょっと焼いてあります。で、ちょっと四角いのはですね、京都のナスを一度油で揚げてペーストにしたナスの煮こごりが入って、どうぞ混ぜて、小さい器はちょっとサービスでお酒のあてにどうぞ。カツノコタルタルです。カツノコとチーズも入ってます。あとたくあんとか梅酢も入ってます。マヨネーズだけであれなんで、梅酢とかちょっと。近江牛、近江牛をちょっとしゃぶしゃぶしまして、それからごまポン酢です。まだこ下にも肉氷があるんですけど、次お肉のスープでゼリーにします。岡山の青のりです。はい、大きいやつですけど、肉の厚みが全然違います。こちら天然は岡山か、いや、どうですか。青森の東通り牛という幻の牛ですね。北半島の先です。陸奥の後ろの方ですね。東通りという場所がありまして、そこの牛ですね。黒酢和えになってます。中国黒酢をうちのブレンドで味直して黒酢和えになってます。タレがすごく美味しいので、絡めてよかったんでしょうね。
食事とデザートです。